リカさんは美少女だと思いますけど。嬉しいな。ん？もしかして、キュンキュンした？いや、それは。ちょっと、リッカさん。ごめんね。でも、清高には私のことをもっと知ってもらいたい。そのためには枯れない桜の調査を進めないと。当然。寝不足なのに急に動いたらダメですよ。あの、リッカさん、そろそろどいてもらえませんか？その、いろいろまずいっていうか。こんなに柔らかだったんだ。初めてだからちょっとびっくりした。びっくりしたのは俺の方ですよ。だよね。ごめん、なんか雰囲気でついついって、うん、ほんとごめん。その嫌だった？嫌じゃないですけど。でもこれ大事なものだよね。だからしちゃったっていうか、清高との距離が近くなったって感じたら、前よりももっと好きな気持ちが溢れて。とにかく今後はいきなりキスをするのはなしですからね。はーい、以後気をつけます。お、次からちゃんとキスしていい？って聞くね。あれやこれやどうしよう。